你要玩那个吗？行くぞ。乱世をかけるヤタガラスとなれ。烟鸟翔华。世は戦国。但好像屁股没有穿的，好色。世は戦国。气候，我这个卖掉很赚。哦，我有三把气候。而且因为他带出去打好几次，所以他等级升超快。点子，我会蓄力了，冲弹，装弹。我会连打。好像有点难玩。行くぞ。行くぞ。兵皆の者、この霧が晴れ次第進軍する。今は次なる戦に備え休むがよい。ははみな、さっきの進軍の疲れを癒せ。休息も仕事のうちぞ。はい、雪村様。いいんじゃない。大将も随分らしくなってきたじゃないか。我らにかなうと思うのか。下干。ここにいれば安全だと思ったのに。下干蛮好用的。これぐらいはさせてから倒れねえとな。敵中。霧に乗じて。ゴー。忍び込ますか。だと。何やってんだ俺様は。何もかもが足りぬ。兵の連動も俺がしなさいも。定番だ。モテクリ。皆休もう。この霧が我らの姿を隠してくれている。哇，好猛啊。战国时代就是不一样。祭の一時を関すれど戦を雑に進めはしない。你看，太厉害了！悪い方へと転がってってるような。是不是？不要再相信那些什么历史书还是沙小，都是狗屁，这个才是正史。因为力量实在太过强大，所以我们现在才会变得这么落后。
核弹还厉害。乱世においても揺るぎなし。俺と武田が真骨頂よ。それがその指揮を信じよう。きっとうまくいく。霧を利用したにしてもうまく忍んだね。おたくさん、うちで働いてみない？佐助要被转死，就是传说中的忍者猿飞佐助，就这样被撞死了。这就是历史真相。すぐ先が全く見えない。大将、油断するのは少し危ない。せっかく大将らしくなったんだからさ。同僚の動きを見て検討しよう。新たな火器の必要性を。这招丢麻辣。哎，武田军人，你要去哪？流れは我らが掴んだ。すぐに分かる。有机关枪哎，好酷！技能到底要怎么用才会比较顺畅？弹速增加，连打，空弹，哦。狩猟の功績は同時に我らの功績。我らの存在理由に東洋は新たに定義しようというのか。帝国だと思うのにサスケからの報告がない。何かが起こっている。武装が甘いの。整えれば見違える。啊！干！那里五煞比较。
所詮が己が主君だよな。流毛が効いて呆れるわ。前速前進フリー。人は城、人は石垣、神草の思い、乱世の今こそ噛み締めようぞ。愛の赤き虎剣山、たかが霧と侮った、全てはわしの油断よ。三代目孫一、その名にいささかも恥じぬ功績だ。生き様の潔い者たちを見るは実に爽快じゃ。我らにとって何よりの三代。よくぞそこまで鍛え上げた。武田軍最強が随分と舐められたものよ。一代武神就这样被枪毙了。わしもありがとう。今ここで我らを雇いたいと。無理だな。次の戦場が我らを呼んでいる。棟梁、近づいてほしい。是第一关而已吧。棟梁、聞かせてほしい。我らとの契約に値するのは力の強きものでしょうか。いや、違うな。強きものは我らを道具としてのみ利用する。いずれは我らの力を疎み、そして恐れ。孙氏现在几等？孙氏都31了，他的固有奥义才就一招。なるほど。啊。しかし棟梁。ならば。那大概50等才可以拿到全技。行くぞ。嗯，这种游戏通常就是练练个两三只自己喜欢的就好。百か。もてなしてやるよ、俺たちが。教えてやるぜ、わびさびをな。待て、止まれ、サビスケ。目まぐるしいな。それがお前たちの生き様か。こりゃずらかるのが吉だね。いつも見ているよ。簡単に言うな。何とかしてくれ。ダメです、それ以上僕に近づいては。この心、あなたは傑作だろう。こいつには入ってくるのさ、お前の頭ん中がな。黙れ、サビスケ。やめろ、僕はこんな戦い。はい、打完ね。好爽，打这种东西随便打，然后就给一堆宝，真是太快了。上杉軍が国法。棟梁、どうか答えてほしい。我らと契約。功成双丸。強き者でない。あ、看着蛮好的。それは弱き者、つまり弱者を守るということでしょうか。快速通关。いや、全部的剧情打完之后，我只要去玩我喜欢的角色了。行くぞ。对孙氏也没有 很有爱，不过他还算蛮强。私はさあ、あらゆる罪を逆せし合い、ま、わしは上、思いを継ぎ、人を守る拳。これぞ豊臣の計画。弱い。見よ、日の元よ。
これこそが誠の力よ。いいだろう、我らを力づくで従わせてみるがいい。いいか家康、私はまだ貴様を許してはいない。ああ、分かっているさ。斯多现在三成为什么会讨厌讨厌家康啊？他本来不是因为干掉秀吉，所以才举办家康，就是妈你杀我的好爸爸。那下面秀吉就站在旁边，哇，不要摔我！干，被抓起来摔了。その通りよ。ただ胸を張って歩むがよい。家康。チャンピ。ああ、撃ってこい。この全身でその声を聞いてやる。その力で皆の涙を拭ってやってくれ。やはり今この場にマナカの腕が足りぬゆえか。チャンピ、意志を継ぎ伝えゆく草案、遥かな明日に無二の力として咲き誇ろう。おっ、チャンピ、圧倒的な力の前ではあらゆるものが無力よ。来干嘛？仰天怒吼！見出しつなぎ行け。お前がこの世に生きた証を。奇怪，为什么左边那个一直不会消失啊？没理由啊！我らが求めるは強気で。中心。我らが求めるは強気ではなく、サリと。棟梁。行くぞ。待ち伏せていた相手から逆に奇襲を受けると。しまっため、この疫病神のせいに違いない。反論のしようもなく、咎められるのならばただ受け入れましょう。最喜欢哪只哦？我比较喜欢玩信长。信长超好用，我最喜欢不用脑袋的角色。信长只要一直按正方形就可以杀掉大部分的敌人，偶尔按一下三角形你就可以杀掉所有敌人，尤其在巴沙拉模式。想砍谁就砍谁。申し上げます、現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ、援軍を呼べ。長政很帅啊，可是就不是喜欢玩的。標的は魔王の使い番だ。就是帅，所以没事的时候会来玩一下。我不会很想要见到玩。至急、本隊に援軍の要請を。バカ、今さら間に合うはずもない。なんだと。我らの指示に逆らうか。我那个时候三代无印，我把那个信长练到全满，就是所有武器跟等级还有什么东西都满。三代比较没有那么难，也不算难，就是三代其实打到后面之后
いずれも不足の男が率いているようだ。抵抗か、形だけでもしておくべきか。こんな時になんだけど、喉が渇いてどうしようもないぜ。ひるむな。奴が倒れようともまだそれがしがおる。疫病神が招いたは死の女神、世持つ王冠、方々覚悟を決められ。黙れ黙れ黙れ。おのれ、織田軍が、魔王軍が、こんなところで没してなるものか。那叫程序点打破。啊，织田军来了。之前军都是大汗开心。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。一人帽子の担い家か。階段とすらも。聞け、魔王の眷属。これが最下の怒りの声だ。これも私の不徳がゆえ、申し訳ございません。将の一人や二人抜けようと、最強は織田に違いなし。皇軍に遅れは。よし、現状は許容範囲か。劣勢を受け入れろ。それ自体は恥ではない。言うまでもない。我らは決しておごらない。見ておられますか、先代。三代目西下孫一を。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと満開の策を講じてくれる。もうすぐだ、きっともうすぐ本体も。取り返したければ来るがいい。銃弾の雨で迎えよう。主の名に恥じよう。春日春日就范围太低了，而他打康博还蛮快的。大范围就是单挑用，而这一代已经有那个了，有秀吉单挑都用他来打，很爽。尊重。何もかもが足りぬ。兵の連動もそれがしの最後。我らの弾薬が尽きるとでも。試してみるがいい。穿尻秀龙紫馬穿尻。驚くヤタガラスの鳴き声聞こえたか。这一代因为角色玩多了，所以打光打剧情要打上一段时间吧。然后我的 YouTube 就是用角色来分段落的，这样太多了。明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。私に尽くす必要などない。逃げるつもりならば私はただ目をつむ。陣を整えておきますゆえ
何かあればお戻りを。もろすぎる。ここは防御に徹する戦術を提案しよう。我らは鋼、しなり、そして折れぬもの。然后孙氏呢，就是一个，也是蛮特别、特殊的系统和武器切换，但是呢，打起来对我来讲没有那么爽，不够爽。要再爽一点。狂ってやがるぜ。俺もあんたも大将もよ。啊，干打屁哦！大南，感谢大南让我们上来。大南人真好。有的时候人家洗屏啊，就会觉得，不知道这家伙究竟可以洗多久，然后就会想要放着看他洗，看他到底有多少能耐。像是有时候关台之后，很多人会洗八八八，然后我就在想，他会洗多久呢？先不要变掉，然后就一直看。然后有一些是我准备好要看他到底可以洗多久的时候，他就不洗。他の陣とは一味も二味も違うと心得よ。効果の無の。阿光教頭非常強。全て我らが全てよ。棟梁の動きを見て検討しよう。新たな火器の必要性を。狩猟の痕跡は。光教、下来よ。干啥浪费我的时间。靠北。光教跑上去。爆発したりしないよな。よかった。なんかこの呪し、嫌な予感がしてさ。さあ、勝家へのお仕置きでも考えておきましょうか。光秀嘞，よもやこれ式を読めなかったのは上面去打他好了。光秀超级卡住了。あなたの怪異、私に付けさせてくださいね。光秀被枪毙了。我又看到这个新的镜头。明治光秀是被杂二孙是一枪打死的。那不，那个，たとえこの身が滅びようとも、私はずっとあなたのそば。個人の最高地区、確かに受け止まりました。その瞳は。私に何か台田胜家差小林泡利ウリーウリー
ますけれど、我靠好玩，命じられていないがゆえに。喵，我靠好猛啊，好爽啊！お前がそれを望むのだ。信長様の命通り。ありがとう。我还可以打尸体，好爽！拜托了圣家，我又得知了新的事实。死在雷射光手下。直接跑出来，圣家。安土四天集结，四王还是四天？都没有攻击力更大的。我想要换武将。他战友能不能自己换？哦，可以，战友选择。你要换一些我想练的就好。下一支要玩谁呢？玩阿四好了。この国の強き息吹が二つ、いや、三つ吹き込んだか。さあ、たぎれ、魔王よ、覇王よ、今は名もなき、絆の王よ。わ、好酷哦、四王集結。これほどの強者が一堂に会するなど、まるで白昼夢だ。そう思えばホテルが必要。違うかな？魔の友よ、クジャクは世の将棋より降りてから物を言え。中ではすでに始まっておった。出遅れたようだな。ケイズ、話してみろ。我らが見定めるべきものがこの地にいる。そうなんだ。ただこれがちょいとばかり面倒っていうか、まあ、厄介なやつでさ。待って、その男。この戦の勝者が天下に王手をかける。イエス、それは誰にも譲れない。違う違う、言わない言わない。ここまで来たらもう引き返せはしない。おお、そうです。徳川家康、東将の名のもとに参陣捕まってる。来たな、絆の。ぜひたどり着いてみせてくれ。豊臣が将の意地、我に見せてみよ。かしこまり候。我が兵をいともたやすく、貴様できるな。兵に動揺が広がっておるな。早いとこ落ち着かせねば。余は本陣にてまとう。さあ来い、友よ。羽ばたけ、全部隊突貫せよ。頂戴した。ウアンとサワンがあるならば、我らこそが無数の指よ。なお一層燃えたぎれ、友よ。その熱風が世をさらなる高みへと吹き上げる。わしは決めた。この両腕を精一杯広げると。所詮は伊藤武か。じれたが末に勲を求むなど、自己の行いぞ。他其实因为代数的关系改良很多东西，我现在听到他四代就没有开门动画，那开门动画是一个很浪费时间又很讨厌的。
之前每一代都有，啊，裏切り者三代好像也有，每次开一个门就要听一动画，那就按你掉，等下四代他打完就直接开门，然后就开了。うろたえるな。我が軍はこの場にて家康を迎え撃つ。うつけ二人の組み合いなど好きにさせておけばよい。よい。信長公、秀吉殿、そしてまだ見ぬ最後の味方、あなた方は紛れもなくこの日の本の英雄だった。滅びへと誘うだけの天ならばこちらから願い下げよう。わかった。何をしておる。神明として守らんか。覇者であるゆえに覇王なり。魔王帝何する者ぞ。総力を持って世に当たらなんだ。その豪華に神明。よく言う。我が軍の将までもが毒に侵されていようとはな。すべてを捨てて前進する。秀吉様のように。俺たちこの大義、国を思うこの軍こそ官軍だ。秀吉様の偉大さなんて今さら俺が語るまでもないだろう。その方が世に勝るのにだ。ないとは限らぬ。ちょっと打破了。狩猟の功績は同時に我らの功績。信長様の存在こそ今が乱世であることの証明よ。お前は道を行く者か。愚かな王がもたらす不幸、そして強兵、我が正すはそれのみよ。所詮は去るよ、偽りの王よ。良きかな。最下の棟梁か。どうだ、我との契約に応じる気になったか。まだまだ我らはお前を認めていない。わしは果たして彼らの器に並び立てるのか。今さら問うべきことでもなかった。よもう敵や。あえて言うな。あかん。もう敵馬上がるべきではないかな。粛清の手間も省けた。それ式に危ぶむならば物の器もそげん。過去であろうと未来であろうと我が拳で掴み砕けぬものなどなし。天地を裁。哇，真是太帅了。我的力に屈せよ。我が波動に立ち上がる。粉砕あるのみ。数ある戦の一つ、この劣勢など所詮は後の笑い話よ。虚しき日々などもはや斬新ない。世は今この時を面白を生きている。行くのに会いたか。ならば滅びよう。お前の波動が我らの道にふさわしいかどうか見定めるぞ。我らを貴様らが我を見定めるだと。ふん。志なき傭兵風情が図に乗るな。もとより我は貴様らの鉄砲玉など必要ない。邪魔な存在ゆえ手元に置こうとしたまで。正直者は話が早くて助かる。では豊臣との交渉はこれにて決裂だな。相変わらず堅くなだな。いや、それは独りよがりってんだ。貴様こそ才華とつるんで物見遊山か。一国の主ながらのその打弱、見苦しいぞ刑事。たかがカラスのくちばし一つ、いかに小づいたところで我の波動がどうなるものぞ。秀吉、
ここは我らの戦場だ。お前は出しゃばるんだ、刑事。魔法使い。加藤の音乐。そうだ。お前に頼みがある。わしに徳川に雇われてくれないか。その返答は。シャンピン。生き様を見定めてから。わしとお前の絆を確かめる。そういうことだな。お前の言葉で言うならば、ね。わかった。わしはこの拳で全てを語ろう。目をそらさず、しっかりと聞いてくれることを望む。いいだろう。我らもこの狩り。哎，有在洗啊！不好意思啊，大家忍一忍啊，我想看一下这个可以洗多久，看他能不能撑到至少待五分钟。哎，大哥，加油！看你可以洗多久，至少的吗？等个五分钟。扎波郎爱武动桃。大家好，哎，加油加油！呜呜呜，加油加油！呜。哦，不错不错，不错不错，已经过去十五秒了，呼呼呼，至少五分钟啊，五分钟之后你就可以成为洗屏第九段了。哦，不错不错，他好像有点来劲儿啊，有劲儿有劲儿。哎，干，后继无力，洗了大概二十秒左右就没力了。啊，这波好，可怜了。哎，好酷！信长子弹竟然被停下来，不过信长只要开一枪就好了，是不是？这样大家可以理解吗？实际上，洗屏的人真的是不怎么样，没努力。好像其实还好，但怎么才大概二十秒左右你就没力了？我这么相信你，好像有点没力。但扎波郎不动好，可怜了啊！下次看有没有来个洗，至少一分钟的了。対魔王にも引けを取らぬ戦の中で練られてきた我らの武具傭兵術、その身で最下を知るがいい。是非もなし女、よくぞ。ああ、よくぞ残した。滅せぬもののあるべきか。我らは誓いを果たした。仙台よ、魔王、スカイバンからの伝言だ。お前の死は今眼前にあると。スカイバン、あのく孫一、あんたの生き様しっかり見せてもらったよ。ますますあんたに頼みたくなった。この先にいる男はあんたにとって契約に値するのか。その上で見定めてくれないか。頼む魔法一。おお、秘術の民とは。これは珍しい客を連れてきてくれたものだな、友よ。ああ、この人はきっと一会加油。運命を変える女神になる。AI 真的太笨了。哟，陸道輪廻を支配せし、第六天魔王なるぞ。貴様が不滅だろう。我らは銃弾を浴びせ続けるのみ。受けた弾の重みで立ち上がれぬほどにな。お前が我らを見るのではない。这是跟那个啊雷帝一模一样的模子。認めよう、お前の生き様を。
契約成立だ。我らを使い創生とやらをなすがいい。だが忘れるな、お前が王としての道を誤るのであれば、その時こそ我らの銃弾はお前を貫き打ち砕く。まあ、あのカラスがいればその心配も無用だな。です。四号，我拿到四号。牛仔装不错，这一套好看。开个冷气，顺便看一下我的摇杆为什么一直在跳那个。我感一直在跳那个曲子，为什么？好了，不管了，就这样了，都没有反应，很奇怪，不知道是线坏，换根线看看。Chasing me, that I'm a fool. Shining in my mouth.